あのすごい自分あの新人時代にグレン隊のヒールの方に尾崎さん沢井さんの方に入らせていただいてたんですけど、試合前に一回地方で顔にいたずら書きをされたんですよ、先輩に。はい、新人にこういたずら書きをしてて、それをやられて、そのままかか怖いメイクじゃなくて、なんかいたずら書きで変な風に可愛くとか面白くやっちゃったんだ、そのまま出てったんですよ。もう時間もなくてってこと？もういや先輩はもう、まあ、遊びで多分やってたんですけど、でもそれでなかなか行けなくて、こっちも先輩にやられてるし、でも音楽鳴ってるしみたいな、でちょっと音楽が長くなって、もうメイン選手でもないのに音楽を長くて、はい、で結構でもカンヌリさんってやっぱり自分の試合をちょっとでもこう見ようと思って見ててくれた部分もあったん で、で出てこねえな出てこねえなみたいな感じだったと思うんですよ。で出てきたら顔は変くなってるし、時間も出てくる時間も遅いし、でそれを、ま、怒られました。はい、でも先輩のせいにもできなくて、すいませんでしたって言うしかない。かんちゃんもそのいたずらっぽいメイクは見てるんだよね。見てると思いますけど、とにかく出てこなかったのがっていう。本当急に思い出して怒るんだ、はい、なんかねちょっと似たとこあるかもしれない、かんちゃんにえとか私の付き人にならなくてよかった、はい、いや本当にたまにあの、まあ、思い出して怒ったりもしたかもしれないけど、なんか試合のこと思い出して、はい、あのあこうだよねこうだよねって言い直す時あるな。なんかあった、似てる B 型だからかんちゃんも、はい、ね、ちょっとね、あそうだったんだ、はい、じゃあでもあの試合見ててくれたんだね、かんちゃんはね。そうですね、はい、選手はね、すごいそういうとこすごいね、ちゃんとね、はい、であのじゃあ怒ってくれるんだ、終わった後あそこ良くないやダメだとか、そうですね、はい、悪いとか、はい、でどういうことをあの指示された、かんちゃん。まあ決め技とか、うんうんうん、というか、まあ、まあ新人だったので、うんうん、あのがむしゃらさが足んないとか、あのもっとガンガンいけ、そうですね、体が大きいのに生かされてないとか、うん、その時70キロぐらいはあったので、そうかそうか、はい、すごいね、新人の頃は、はい、でジャパンの中で大きい方だったんだ。そうですね、あ本当、はい、体も生かされてないし、もっとガン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 いけ、まあ、新人らしくっていうのはよく言われましたね。そうなんだ、あでもいいね、なんかカンドリ氏のアドバイスとして、あの技のこうでこうだったようじゃなくて気持ちの問題だったり、うんね、体を生かすとか、多分そういうアドバイスだったのね。はい、そうですね、まあ、あの多分技の細かいことはそんなに言えないと思う、はいね、そんなことがあって、はい、その時にはまだ全然くれない野手じゃなくて、全然違います。グレン隊に入った時も何ていう名前だったの？安田ルビス、あの本名です。あ安田ルビス、はい、で、リングネームだったのは、はい、それが何年ぐらいまで安田ルビスで LLPW になってからです。あそっか、はい、じゃあジャパンを一回やめて、はい、その後のくれないなんだ、はい、ってことはジャパンの時に、前に話してもらった脱走事件があったピコの、はい、その時も一緒に逃げた口、はい、大森ひかりさんが、はい、コーチになった時に逃げた、はい、そうです、はい、あれはあのなんかピコも言ってたけども、山本小手さんにずっと教わったのがいきなりやっぱ全長の教え方になったりとか、変わった大森さんの教え方になって、はい、っていう感じ。自分は、うん、その道場も八王子にあったんです、うんうんうん、なので先輩たちは毎日来るわけじゃなくて、うん、たまに来られる感じで、うん、それぞれ練習されてたので、うんうんうん、大体新人の練習で、うんうん、コーチっていう人がその時なかなかいなくて、うんうん、なのでもうなーなーになってたんですよ。もう新人だけの練習というか、決められたことをやるみたいな毎日、うんうんうん、なのでたまに先輩来たらピリッてなるじゃないですか、うんうん、でもそういうのが、うん、もうまた新人の練習でなあなあになってきたところに、うん、まあ今日も先輩来ないよね、うん、逃げちゃうかみたいな、こう軽い気持ちです。あそう軽い気持ちで軽い逃げです、はい、うんうん、逃げるっていうか休むってことだったの？ボイコットですね、練習ボイコット。ボイコット、はい、でも来ないんだからいなくてもいい、分かんないんだもんね。だけどその時来たんです。あ、その時来たのか。先輩来られたんです、ね。先輩来たんだ。はい。で、その時に限って、どうした？新人どうしちゃった？そうです。それで上の先輩にその話が行って、うんうん、大変なことになったんです。あ、そうなんだ。はい。そっか。じゃあ
誰も来ないよねっていう軽い感じで行ったのがたまたまその時に先輩来ちゃって見つかって、はい、あいつらいないぞ、はい、脱走したぞみたいになったんだ、はいはい、あそうなんいろんなねやっぱあのピゴに来た時の話とまた違ったりとか、はいまあ、いろんな、ねはい、事情が、ね、それぞれだと思いますけども、ね、本当に後先考えないで、うんうん、だってあんなに軽い気持ちだったです。そうだよ高校辞めてまで教科書真っ黒になるぐらいまで、はい、テリファンク明るい道が、はい、見えてたんですけど、うん、自分でそこ軽い気持ちで逃げました。はい逃げましたで、うん、そこで、うん、あのみんな呼び出されてもちろん、うんうん、でいろいろその時のそうそうたるメンバーが、うん、デビルさん、わお、いつきさん、うん、関西さんもいたかな、うん、でカンドリさん、うん、風間さん、うんぐらいのすごい方がダーンって、うん、デビルさんも山田美月さんもやいらっしゃっていらっしゃった自分たち新人立たされて淡々とあの、うん、デビルさんって淡々と怒られて、うんうんうん、それがめちゃくちゃ今まではもうカンドリさんに、うん、やろうとかバーってもう頭こなしに怒られてたんですけどああいう怒られ方したの初めてで、ね、淡々と、はい、ちゃんとその何が悪いそれがめちゃくちゃ怖くて逆にねはいわーで慣れちゃったからそうなんです今度淡々と言う方が怖かったそうなんですでこんな言ってても、うん、しょうがないから、うん、やりたいやつだけ残れ、うん、やる気のないやつは出てけ、うん、って言われて、うんうんうん、自分出てっちゃったんです それは何で出てっちゃったのもうそれが本当に悔いの残るところなんです、うんそれさ18人全員いたんでしょ、 あ、18人からその11人になってました。11人になったんだ、はい、11人になってて、その中で一番初めに出たのそれとも何人か出た後に自分もですね、うん、自分が率先して出てた感じなんです。なんでまた源氏もうなんかなんかそれが本当わからないですけど、うん、なんかの反抗だったのそうです反抗心、うんうん、こんなところで反抗心なんか出さなくてもいいんですけど、うん、反抗心でもその場に入れなかったというかもう逃げですね、うん、本当に、うんうん、自分もうその雰囲気からも逃げたかったし、うん、もう自分にも逃げちゃったんですね、うん、で残ったのは4人です、うん、4人だけはい、うん、ガミ、うんキャロル、うん福岡、うん、斉藤澄子、うん、この4人、はい、それがじゃあピコとかみんなね、はい、でピコちゃんに言わせると私が出てったから出てきたっていう、うんうん、なんか自分が率先してもうかもうバーンっていう感じで多分出てったんだと思うんですよ、うん、しょぼんとして出てったんじゃなくて、うん、うわーって言ったんだバーって出たよって言われるんです、うんうんうん、でみんなそれについてきたみたいな、うんうんうんでもさほら出て行った後のことなんてもう考えてなかったんですよその時は全然考えてないです、ね、もう勢いだけで、うん、その時のもうそのやりたかった気持ちなんとか、うん、ここまで来る親の反対を押し切ってとか、うん、そんなのも全くもうパーンって抜けてて、うんまあ、そうだよね、はい、いや本当初心忘るべからずとか言うけど絶対忘れちゃうって、はい、そうなんですもうそのなんていうのいろんなものが溜まってきたストレスだったりあと感情がね高ぶってなんかでパチンと消えた時にはそう出ちゃうよねその風にね行動にねああそうだったんだそれを率先していきました、はい、この人そうなんです率先してうわーって言ったらピコちゃんってわーって言ったのみんなねあらそれついてもうそこからはそうですそこからはもう地獄です、うん、そので一緒に出て行ってピコの話ではなんかどっかであのか固まったっていうかみんなで待ち合わせしてなんかどっかに行ったんだってカラオケですカラオケにカラオケにあそのボイコットした時はボイコットした時はカラオケ行ったのか、はい、でじゃあ一人でじゃあやめるって出てた時に はみんなあの個人的にバラバラだったのそこはちょっと覚えてない、うんはい、覚えてないですけどとにかく出てったとにかくピコちゃんが、うん、そのもう肩落としちゃって、うんうん、っていう自分についてきたんで、うんうん、それを言われたので、うん、源氏さんについてきたって言って、うんうんうん、もう一人こう下を向いてもうどうしようどうしようって感じだったので、うん、大阪からこう出てきて、うんうんそういうのも知ってるのであそっか、うんあのね、残った方がいいよ、うん、あの戻った方がいいよ言ったんだその後、うん、はい言ったんです、うんうんはい、だけどもう自分のことはもう、うん、もうやめる頭しかなかったんです、うん、もう出てきちゃった以上はもうやめるしかない、うん、道しかそういうことしかなくて、う
でもアビコにはもう戻ったほうがいいって言ったんだ。で、まあ、戻ったんですけど、うん、そうかそうか、もう自分たちは、うん、もう先のことは本当に考えられないですね、うん、でもほら寮にも戻れないんでしょ。寮はもう出なくちゃいけない、ね、出なくちゃいけないです。そうだよ、ね、なのでもうすぐもうに荷造りとかして、うん、してあ本当にじゃあもう出される感じだね、はい、出てどこに行ったの。家もないでしょ。だってそこがそこが行ったんだろう。一回実家に帰ったのか、うん、いたのかもわからないんですよ、うん、でも親には辞めちゃったっていうことは言ったの。何かしらで言ったと思います。伝えたんだ、はい、その時なんて言ってた親は、まあ、よかっただった。いやよかったではないと思います。もうその時には応援もしてくれたんだ。いや応援もしてないと思います。もう多分はやっぱりみたいな呆れた感じですかね、うん、多分、うん、初めは早く戻ってきて欲しかったのが、今度はねちゃんとデビューもして頑張ってる姿見た時には、まあ、これをやっていくのかなっていう期待もありつつ、でもやっぱりやめたって聞いてちょっと諦めちゃったっていうかみたいな感じだと思います、うんうん、みんながみんなその時の気持ちっていうのはどっちつかずだね、はい、自分もそうだろうし、はい、うーんそこからどういうふうになっていくの。地獄に行くんです。地獄に行くんだ。一回地獄に行くんです。地獄行き